ゲームリークの増田です。今回ですね、ポケモンレッツゴーピカチュウレッツゴー EV でディレクターを担当しました。よろしくお願いします。ゲームフリークのナバナ健作です。レッツゴーピカチュウ EV では、フィールドのデザインとモデラーをやっております。よろしくお願いします。なんか今からシルエットクイズやるみたいなので言ってみましょうか。急に聞いたんですけど、はい、それでは、シルエットクイズスタート、これね、結構ドット荒いよね。意外と難しいですね。意外と難しいね。耳だけ見たらちょっとレッグザ感がある。耳だけ見たら、ね、レッグザ小さくなりましたね。ちょっとね、ちっちゃいかな。何色だと思う、元に。あれですか、うん、いや俺には黄色に見えるんですけどね。やっぱり、まあ、あの尻尾見ちゃうとね。見ちゃうと分かりやすいですね。あいつですね、はい、ピカチュウ。ピカチュウで。ピカピカチュウ。ピカピカチュウ。ピカピカチュウ。いきなりなんか。これ何これ、つぶての手アップとか。そんなドット絵作りますか。これまたすごいね。何に見える、虫のどっちかだと思うんですけど、どっちだろう。これはキャタピーかビードル ビードルかっていう。頭の1ドットじゃないの、あれ。え、頭の1ドット、ね、あれビードル、ね、ビードルですかね。じゃあビードルで、ビードル、はい。イエーイ。これなんかベロ出ちゃってるんじゃないの。ベロ。違う違う。これね、普通に分からない。普通に分かんないの。え、分かんないです。あ、じゃあ面白いから、じゃあ頑張って。有名な、有名だよ。あ、 OK、 分かりました、分かりました、分かりました。はい、はい、コイキングです。コイキングですね。 OK。 んー、これもだって意味わかんないもん。うん、体、体だね。体、どこが手でどこが頭かもわかんないですね。上から見たイーブみたいな。あ、尻尾があって、うん、あ、耳の、意外と合ってるかもしれないですよ。いや、違うと思うな。違います、違います、違うと思うな。いや、もうそうそう、ウツドンじゃない。う、え、言われてもわかんない。え、違うのかな、うん、下が口でっていうこと。そうそうそう。ああ、そうかも。じゃあ、うつどんで。うつどんで。うつどん。違うやん。EV で合ってるじゃないですか。合ってたじゃないか。合ってるじゃないか。合ってたじゃないか。ここで間違えちゃいかんところで間違えた。そう、絶対間違えちゃダメなやつですよ、これ。なんだよ。これはね、丸。うん。これ絶対わかんないじゃん。どっちかわかんないじゃん。うんですね、これはもう。ビリリ玉かな。ビリリ玉かな。いいんですか、うん、ビリリ玉じゃない。じゃあ、ビリリ玉で。うん、ほら、ほら。2分の1で間違えてる。これもう完全引っ掛け問題。分かってて出してる系のやつや。ああ、これはもうサトシが持ってましたから。サトシ持ってた？え、違う？持ってたね。持ってましたよね。持ってたね。持ってました。アニメ見てましたから、ちゃんとちっちゃい時に。せーの、バタフリーで。あー、なんか EV ショックがずっとなんかこう立ち直れない感じ。スーパー、du hast es geschafft, sie schlafen alle. Mechbono ist der allergrößte. Juhu! ん？わかります？うん、え？ポケモン、ポケモン力が足りてない。なんだろう、デザイナーなんだけどな。ヒントください、ヒント。ヒント。ヒント。ヒントね。ヒント言っちゃうと結構バレちゃう。進化後です。進化後。うん、進化してる。頭が一つ。三つ。三つ。ど、ああ、三つって言ったら一つしかないじゃないですか、もう。三つって言ったら一つしかないじゃない。一つしかないじゃない。一つしかないじゃない。わかりました、はい、はい、せーの、ドードリオ。違う、頭3つで違う。あれ、よく恥ずかしい、すごい恥ずかしい、本当に。
永遠に残る。ドードリオナバナっていうニックネームひどい。これなんだ。あ、わかりました。マジ？この子も顔がたくさんある子じゃないですか。あれ違う、違うかな。これで間違ったら恥ずかしいですけど、5個ぐらい顔がある子じゃないですか。わかったわ。これわかんないよ、ね、難しいですよこれ。わかんないよ、ね、難しい。隙間がないレベルで。あ、埋まってますから、ね、埋まってるからね、うん、これ普通に双眼鏡って言われても普通に双眼鏡。シルフスコープ的な。あ、シルフスコープで、ね、はい、たまたまです、ね、たまたまです、うん、よかった。ドードリオの汚名返上です。でうちらイーブイ間違えてる。そうです、イーブイ間違え、2人で間違えてますから。またすごいのが来ましたね。ドット絵が荒いのでちょっと小さい子ですね、きっと。全然わかんないわ。え、ちょっと言ってみていいですか、うん、メルタンがに開けてた子とかじゃないですかね。おあいつか。あいつじゃないですかね。何にでも変身できる。そうです、そうです、そうです。このぐちゃぐちゃ感は、うん、メタモン、メタモン。おお、もうドードリオナバナじゃない。これね、これさっきと同じだったらひどいですよ。そうね、そうね、はい、これなんか素直に答えたくないな。なんかこれポケモンじゃなくてモンスターボールかもしれない。引っ掛けであるかもしれない。それじゃないの、うん、それで言ってみます。いやでもポケモンクイズだからね。ビリリ玉で、ビリリ玉でいきましょう、うんうん、はい、ビリリ玉で、うん、裏を書かなくてよかった。危ない。EV だけ間違えた。あー悔しい。EV 合ってたじゃないですか。 EV で斜め上から見た EV で合ってた。そう、合ってました、合ってました。ちょっと EV 間違えるってどういうこと。これ今のなんか編集し直した方がいいんじゃないですか。いや編集できないよこれ。そっか、これもだって意味わかんないもん、うん、上から見た EV みたいな。意外と合ってるかもしれないですよ。面白かった。はい、面白かったです。ありがとうございます。やってみてください。お願いします。